自販年が発表した今年上半期の新車販売台数は軽自動車を除いて日産の小型車ノートがトヨタのアクアやプリウスを抑え首位となりました日産車が首位となるのは1970年にサニーがカローラを抑えて以来48年ぶりです。また軽自動車車を含む新車販売台数ではホンダの NBOX が2年連続で首位でした。